1819年のアメリカ合衆国。ミズーリ妥協では、グレートプレーンズの未編入領土における奴隷制を禁じ、ミズーリ州とアーカンソー巡州の成立を認めた。ミズーリ妥協は、1820年にアメリカ合衆国議会において、奴隷制用語と反奴隷制の党派の間で成立した取り決めであり、主に西部領土における奴隷制の規制を含んでいた。 北緯36度30分のメイソン・ディクソン線を西に延伸したミズーリ妥協線と呼ばれる境界線の北にある元ルイジアナ巡州では奴隷制を禁じたがすでに提案されていたミズーリ州の領域内を例外としたミズーリ協定とも訳される詳細はフランス領ルイジアナ黒人法及びルイジアナ買州を参照詳細は北西インディアン戦争 北西部条例及び北西部領土を参照詳細はメイソン・ディクソン線、オハイオ川及びミズーリ妥協線を参照1818 18年にミズーリが奴隷州としてアメリカ合衆国への加盟を申請した。この取り決めの前にアメリカ合衆国会員は奴隷制に関する妥協を受け入れることを拒んでおり、両院協議会が指名されていた。 アメリカ合衆国上院は修正案への同意を拒み安全体が失われていた。これらの論争は将来の領土の支配をめぐって議会における南部州と北部州の間の権力闘争を巻き込んだ民主共和党がその一体性を失い始め様々な会派が現れてもいた。議会で水売リ州の州省格を検討することは 当時の奴隷州と自由州の数が等しく11、州ずつに分かれていたので、議会の党派的バランスの問題を提起してもいた。問題は1819年12月に、アラバマ州を奴隷州として昇格させ、自由州と奴隷州の数が等しくなっていたことで複雑になっていた。ミズーリ州を奴隷州として認めることは、各州二人ずつの議員を出している上院で、 奴隷州の議員数が多くなるためにバランスを崩すことにつながるものだった。この理由で北部州はメインを自由州として昇格させることを望んだ。上下両院は奴隷制の問題だけでなくメイン州とミズーリ州を同じ法案の中に含めるかという議会運営上の問題でも対立した。次の会期ではニューヨーク州選出の会議員ジョン・ W ・テイラーの提案により 会員が1820年1月26日に、水売り州を奴隷州として、州昇格を認める類似した法案を修正付きで成立させた。水売り州に加えて、会員は1月3日に、メイン州を自由州として、昇格を認める議案を成立させた。上院では2つの議案を結びつけることにした。メイン州の州昇格法案を、水売り州の住民が、 州憲法を作成する権限を与える修正付きで可決した。この法案が下院に戻される前に、イリノイ州選出のジェシー・ b トーマス議員から、北緯36度30分線の北にある水売りリ巡州からは、提案されている水売り州の領域内を例外として、奴隷制を排除するという道義を採択して、二つ目の修正が付け加えられた。両院協議会は、 メイン州の州省格と水売州の権限付与という二つの法案の法制化を推薦した。さらに奴隷制を規制することに反対する推薦を行ったが、トー馬する議員の修正案を含めていた。両院がこれに合意し、両法案は1820年3月5日に成立し、3月6日にジェームズ・モンロー大統領が批准した。 メイン州が1820年3月15日に、ミズーリ州が1821年8月10日に、州昇格を果たした後、1836年までは新しい州ができなかった。その後はアーカンソー州が1836年6月15日に、奴隷州として、ミシガン州が1837年1月26日に、自由州として、州昇格した。 トーマス・ジェファーソンは1820年4月21日付のジョン・ホームズに宛てた手紙でこの妥協によって国を分けることは最終的に合衆国を壊すことにつながると記していた。しかしこの重大な問題は夜の火災警報に似て私を目覚めさせ恐怖で包ませた。私はこのことをすぐに合衆国の嘲笑として受け取った。遠ざ静かにしているが 一時的な猶予に過ぎず最終宣告ではない。際立った原則、道徳及び政治に一致する地理的な線を引くことは一旦認識され人々の立腹にまで行ってしまうと二度と消し去られることはない。あらゆる新しい苛立ちがそれを深くさらに深くしてゆく。アメリカ合衆国憲法から見ると1820年の妥協は北西部条例以降に獲得された。 こういう地から奴隷制を議会が排除する最初の例として重要だった。水売り州の昇格を最終的に認める際の問題が1820年から1821年の会期で持ち上がった。その問題とは、水売り州の新憲法で自由に黒と村との排除を求める規定があったことだった。この時はヘンリー・クレイが影響力を及ぼし、 ミズーリ州憲法の排除条項は、アメリカ合衆国市民の特権と面積を損なうようないかなる法律も成立を認められると解釈されるべきではないという条件がついて、州省各法案が最終的に成立した。この慎重にぼかされた規定は時として、第二のミズーリ妥協と呼ばれることがある。 アメリカ合衆国の州と領土で1789年から1861年までの奴隷州と自由州の変遷詳細は、アメリカ合衆国の歴史、1850年協定、カンザスネブラスカ法、血を流すカンザス、南北戦争、奴隷解放宣言、レコンストラクション、黒人法、及びジムクロー法を参照水入り妥協の中の北緯36度、30分線の北にある、 モトルイジアナ準州では、奴隷制を禁じるという規定は、1854年5月30日に、成立したカンザスネブラスカ法で事実上撤廃された。この法に対しては、エイブラハムリン・カーンのピオリア演説を含み著名な演説家による反対が起こったが、結局は成立した。これより先、マサチューセッツ州、デダムの住人は、ミズーリ・ダキに反対して、 エドワード・エバレット上院議員にその不満を伝える請願を送った。エバレットは1854年4月6日に上院にこの請願書を提出していた。1857年のドレッド・スコット対サンフォード事件では合衆国最高裁判所が合衆国議会は領土内で奴隷制を禁じる権限を持たず水売り妥協の規定は違憲であると裁定した。さらに、 ミズーリ州昇格法のもとで黒人と根結の者はアメリカ合衆国市民としての資格を持たないと裁定した。ありがとうございます。